はい、皆さんこんにちは。今回何に関して言及させていただきたいかというと、気になるニュースに関して取り上げさせていただいてね、解説させていただきたいと思います。今回気になったのは、関空到着客の女性17人が陽性ということで、クラスターは出発前に発生かということですね。陰性証明の信頼性揺らぐということで、今月11日にということでね、これ読売新聞の記事を引用させていただいて解説させていただきたいんだけど、今月11日にインドネシアジャカルタからの直行便で関空に到着した10代から20代の、女性17人が入国手続き前の新型コロナ検査で陽性になっていたことが分かったということです。全員がね、出発前の検査での陰性証明を持っていたということで、検査後に陽性に転じた可能性があるものの、厚生労働省は陰性証明の信頼性について確認しているということです。大阪によると17人はインドネシアから広島に向かう予定だったが、だった技能実習生ら約49人のグループの一部、海外から到着後検査で陽性になるのは1人当たり数人から数十人程度いるが、厚労省によると空港で家族以外の集団感染を確認したのは今回が初めてだということです。現在インドネシアを含む、約150人が入国拒否の対象となっている。ただし10月以降に留学生や技能実習生受け入れの企業団体が防疫措置を取ることの誓約書に国に提出、出発前に72時間以内の陰性の検査の陰性証明、日本入国前の検査で陰性確認、入国後10日間の自主待機と公共、交通機関の不使用などの条件を満たす限り入国できるようになったということで、今回の17人は、ね、抗原検査や PCR 検査で陽性になったということで、到着者全員で無症状だったということです。陽性者は陰性になるまで入国手続きができず、現在は、ね、大阪市内の府内のホテルで療養中だということです。中国や韓国、シンガポール、ベトナムなどが感染状況が落ち着いている、一部の国からの入国が2と3が免除されているということで、厚労省の担当者はジャカルタを出発する前にクラスターが発生した可能性があると、陰性証明書を持つ人の陽性判明が増えるであれば証明書のあり方の検討が必要になると話しているということで、この件に関して言及させていただきたいと思います。まずね、これに関しては、私はやっぱり発展途上国の中でね、その検査っていうのは信用できないと思ってるんですね。これ例えばね、お金払えば陰性証明出してくれたりするって賄賂が横行している国なんかありますから、そういったところで、まあ、陰性証明出させるってあると思うんで、だからそれに関してはしっかり、まあ、今回日本でね PCR 検査を受けて分かったわけだけど、例えば中国や韓国、シンガポール、ベトナムの感染状況が落ち着いていると言われている国の中では、いわゆる出発前72時間以内の検査の陰性証明とか、日本入国前の検査で陰性確認が免除されるって、これはやっぱりダメだと思うんだよね。これは実際のところは本当にそうなのかわからないから、これは念には念を入れてしっかりとこれは調べていくってことが本来求められていると思うんですね。1日当たり10人から20人じゃあその、ね、新型コロナ感染者が海外からの外国人に入ってかかってるってことは、それに関してはしっかりとね、やっぱり貿易の面で政府はやって、そういう免除ではなくて全部それはやっていくべきっていうのはね、求められてるんじゃないのかなって感じはします。とにかくいわゆる発展途上国と呼ばれているところの、検査、これ、ね、不正に多分賄賂で、取得している可能性もありますから、十分これはね、まあ、今回検査で分かったようなんだけど、入国後に、まあ、しっかりと検査で、分かるべきだし、しっかりとここに関しては相手側の政府に対しても日本は言っていくべきだと思うんですね、というのがやっぱり思うところではあります。ということで今回気になる話題ということで、皆さんぜひとも何かね、分からない点、国内外のこと、分からないことがあれば聞いていただければね、解説させていただきたいと思ってますので、よろしくお願いいたします。